決める予定です、はいはい、ただサドンデスはステムも OK です。クリソーも場合によっては OK です。チーソーしよう、チーソー。えでもちゃんと残ってくるんですね、メクロさんなんとかかんとか。あ、あ、そう。どうぞ。あ、岩井さん。はい。はいはい。おにぎりに埋もれてますよね。おにぎりが遅れてすいません。ちょっと若干食べる気がないんですけど、今。え、めっちゃ食べたいんだけど。食べてください。バリバリ言って、バリバリ言って食べてください。食べる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 。タートタベね、気をつけんと砂が飛ぶよ。常に飢えてる。とかと子供にはちょっとあれです。しゃ、よし。落ち着か、そこ意外と飛んでくるよ。こっちの方がええよ。あら、あっち。あれ、あのカメラマンいました。いや、いましたよ。そっちが一番危ない。うん。じゃあ、今から8台。この辺で見て安全だ、はい。準決勝8台。さあ、スタートします。しゃ、しゃ。じゃあまず、出て20番木戸選手、安定感があるからミスはしないはずが、しかし、さあ1本目来い来い、早い、あーアンダーは出たものの、でもあーちょっとふらついたか、ちょっとはふらついたけど抜けてはいった。さあでも限定幅が大きいかな、今の失敗ですね。やっぱあれは熱の入り方ですか。いやなんかね、うん、さっきの予選の2本目からおかしかったじゃん、うんうんうん、っていうことからしてちょっともしかして微妙に落ちてくるかなと思ったけど、あやっぱそういう予想してくるんですね。嫌な、まあ、全部炭素っすねこれは、うん、はい、じゃあ次村岡常務、去年もここまでいました。もうね諦めた途中で、うん、おほら、いや今だった早かったよ、あれでも止めれたら、止めれたらするわ、ね、いいもの持ってるな斉藤さん。しかし応援団はコース、応援団コースだよ、はい、斉藤さん弁当食ってる今最速らしいです、最速さあ続いて若手の20歳坂本、ちょっとボロいんですけどね、白のイチゴ、止まるのが気になる、ちょっとあれですね、ゲンター来ますよ、はい、さあ完全なオーバースピードでございますね、それ、はい、オーバースピードでも止めれる雰囲気はあったんですよね、もうちょっと、ちょっとね、さあ続いて、井上、奥までいい振りの位置か、いかったんですけど、まあ、もうちょっと止め方、ね、止め方を考えてくれたら、さあ来ます、続いて井上、さあ来た、予選の2本目より流され、なんかオンラインを意識しとるね、ああなるほどね、あれがいいとされているのかどうか、いや俺はいいと思う、うん、あれはオンラインで刈り込むっていうのはまたそれはやりすぎもあれもあるっすよね、しかもちゃんと、うん、埋めて通ってほしいね、コースアウトもせずですね、
さあ、来ます。続いて、水の1本目。さあ。時間もなく、あれ以上を出すことが2本目にできるのかどうか、それが注目です。さあ続いて、こう、あ、ひろた、今日乗れているとされているひろた、乗れているとされているなんかそんな感じじゃないですか、まあ、ね、でもなんかたまに外すんですよね。やだ、この辺で。さあ、来ます。これだから1本目に点を取ってきて、2本目でもうちょっと当てていこうという作戦。あのね、アンダーが終始だったけど、はいはい、そのごまかし方がすごく上手よね、はい、そう。いや、本当にこういう時にああいううまさが生きてくるんでしょうね。さあどうでしょうか。続いてこれで1本目は全部で終わりますよ。目黒さん、なんかあの人やっぱあの予選だけなんですね、ミスをしたのは。うん、その後は全部来てますよ、ちゃんと。おう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 、まあ言いたいことは多々ありますが、言いたいことは多々ありますが、大丈夫ですか、大さん。いいですか。なら、いきますよ、2本目。いきますよ。ちょっと、S? 装備の変化が今ちょっと行われてる。さあ、2本目起動。1本目ミス。2本目どうでしょうか。さよならかな、ここでな。さよならかな。まあそうやな、そうやな。やっぱゼッケンが重たい方が、経験なんだ。右上がりな感じ。右上がりな感じですね。そうですね。さあ続いて村岡常務ウエストオート従業員社長。もう弁当に夢中ですね。社長見てますか。弁当に夢中です。大丈夫ですか。頑張ってますよ。頑張ってないですね。2本目に来たいですね。ではありますが、うーんという、あれはミス、になってしまいますね。なあ、ほんまに弱いんすかね、やっぱムジさんって。さあ続いていきます。残りあとわずか、坂本。どう来るでしょうか。さあ来ます。決めきれてない、決めきれてないな。まだ出せるのにな。やっぱ本番で出さんには意味がないんですよね。そういうことですよね。辛い。これ一番緊張するのはゲンタですよ、今から。ゲンタ、村田ゲンタ。岩田さん大丈夫、喋れますさあ最終コーナー立ち上がって、やらかした。2本ミスってあり得る。練習の安定感から言ってしまった。うん。おっと、でも最速では。まあね。ああ、だってそれを多分狙いすぎたんかな。ああ、そうか。1本目に自分の何がずれたかを修正。ちょっとでき、てなんか修正できなかった。なんかドカーンって声、ドカーンと
井上でも点は取っとるっすよ、1本目、うん、まだ来る、早いですね、アクセルは、うん、早いし、うん、進入自体もちょっと早い感が出てきたね、うんうんうん、だんだん鉄上がりにはなってきました。これは残るんじゃないんでしょうか。さあ続いて水野、これは、うん、2本目ちょっとコント、どうなんだろう、やっぱさっきよりは8点は欲しい、8点ちょっと欲しい、そこあれは広島流のシャコタンなんでしょうね、まあ、広島流っていうかまあ、うん、なんか山口勢はねみんなねシャコあんま低くないですよ ね水野もねなんかシャコを上げろと言われ続けて、うん、だんだん上がってきよるんですか、ダンコシャコタンみたいなそんな感じ、だんだん下がるよ、だんだん下がるよんですかああそうなんですね、そんな感じですね、変わらないですかね、シャコ下げようが上げようが、いや上げたことないんじゃない、上げたことがない、だからそこに触れたくはない、あそういうタイプか、低いが偉い系、なるほどね、ここで一発が出るかどうか、さあ左ハンドル、まあ乗った、今のは乗ってきた、乗れとると思って、うん乗れて、まあだんだん1本目より2本目って雰囲気はあります、うん、心なしかなぜかアンダーが消えてきたしね、もう慣れてきたんですかね操作に、うん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 、さあ続いて目黒かっちゃん、これはね上げてこないとね通らない、うん、1本目じゃちょっと厳しい、厳しい、さっきは流れすぎた、それを修正をどうしてくるか、でもあの最終コーナーから立ち上がりのそのなんストレートより向こう側を使うっていうラインのストレースは非常にかっこいい、走り切った、走り切りました、さあどうでしょう。